愛ね、恋愛してますか皆さん。誰かを本気で好きになったりとかしてますよ。俺はね、なんかね、人のことを好きになったり、初恋とかって失恋じゃん。失恋って何なのかっていうとね、自分のものにしようとする作業だと思うの。この人を自分のものにしたいっていう欲求あるじゃん。人間の中に。それが叶わないっていうことを知ることだと思ってて。まあそういう話になりますよ。これから話す話を。コロッケリラックマルさんこんばんは。初見さんかな？もしよかったらフォローしてってください。初恋の話をします。ね。ちょっと話がね、変わるんだけど、漫画を最初の巻から最後の巻までっていうのかな。なんか紙漫画を最初から追いかけてたことがなかったんですよ。あ、メイちゃんいらっしゃい。ソガさんいらっしゃい。で、俺がね、ちょうどね、小学6年生ぐらいの頃に、ワンピースっていう漫画が始まって、俺はワンピース全然売れてない頃から、これはすごい、ドラゴンボール超えるって言ってた。もうピンときたのよ。あ、これすごい漫画始まったと思って。で、ワンピース全然読んでる人がいなくて、で、中学1年の時に、その、漫画家を目指してた女の子がクラスメイトで、で、ワンピース、その子が好きで、唯一そのワンピースの話ができる女の子だったら、すごく仲良くなったの。で、その子とすごくよく話すようになって、で、なんだろう、オタクな子だったんだよね、簡単に言うと。で、その子のことが好きだったっていうか、友人として好きだったんだよね、俺は。うん。美人とかいうタイプじゃなくてさ、可愛くて男にモテるタイプってわかる？みんな。美人じゃなくて、可愛くて、霧島みたい。霧島っていうのがわかんないわ。池袋北口さんいらっしゃい。なんて言うんだろう。ブスなんだけど、ブスっていうか別にブスでもないんだけど、そんなに美人でも可愛くもないのに、愛嬌があって男にモテるタイプの女の子って中学の時いなかった。女の子に嫌われるタイプの女の子なんだけど。わかるかな？こういうニュアンスって。わかる？どちらかっていうとそういう子だったかもしれないね。で、俺、その中学1年の終わりに吹奏楽部だったんだよ。パーカッション、ドラム、パーカッションってわかるかな？こういう、打楽器系のやつだったの。で、そう、八方美人っていうか、うん。なんとなくわかる。うん。そう、男の可愛いと女の可愛いって違うんだよね。で、俺もう恋愛とかそういうの全くなくて、友達と遊んでるのが楽しくて、恋心っていうものを知らなかったの。で、その時に、ヘルメット着用の学校だったから、ヘルメットとカバンを、その部室の前に置いとくんだけど、帰ろうとしたの、俺が。学校終わって、キンコンカンコーンって言って。で、ヘルメット被って、カチャってやろうとしたら、引っかかって、なんか、入らないなと思ってたの。なんだと思って。まあいいやと思って、ブラーンってさせながら、歩いてったら、女の子に急に、横からバッて廊下で手が出てきて、ぐわーって引っ張られたのよ。うわ、なんだってさ、怒ってるの。で、その漫画家になりたかった女の子だったのよ。で、ブワーって引っ張られて、めちゃくちゃなんか叫んでんのよ。叫んでるっていうか怒ってんのよ。なんかわー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 言ってて。で、何って言って、何って言ったら、なんで来ないのって言われたの。パッて振り向いて。なんで来ないのって言われたの。何のことだよって俺も切れて。何なんだよ、いきなりって。お前何なんだよって。もう冷静になるよって言ったら、最低みたいなこと言って帰ってったの。で、何なんだと思ったら、家に帰ったの。そしたらさ、ここのホックの部分あるじゃん。まあ、そのまま帰ったんだけど、じゃあホックのところに手紙が詰まってたんだよね。そう、紙が詰まってて入らなかったの。カチャっていう部分が。で、そしたら、今でも笑うんだけど、屋上で待つって書いてあったの。手紙をバッて開いたら、マジックで、屋上で待つって、決闘状みたいな紙が出てきたの。笑うでしょ。
で、なるほどと思って。俺はその当時、分かったと。こいつは怠慢を俺と張ろうとしてたんだっていう解釈をしたのよ。なるほどと。なんで来なかったのか。あの女、俺と怠慢を張ろうとしてたのかと思って、俺は次の日に、おい、手紙読んだぞつって。なんだ、お前、俺と喧嘩したいのかつって。そしたら、めちゃめちゃ怒られたって言って。それくらい女心が分かんなかった。そう。で、その子はすごい友達だったんだけど、なんていうのかな。彼氏ができて、中学2年の時に別のクラスになって、そうそうそう。アスペ関係あるの？わかんない。いや、俺アスペの話してないよ、今。アスペルガーなのかな？なんかわかんないけどさ、でもさ、手紙を開いてさ、屋上で待つって書いてあったらもう喧嘩でしょ？喧嘩じゃない？これ。屋上で待つってマッキーで太くバーって書いてあるんだよ。そう。結局それ何だったんだろうっていう。うん。で、その、指摘小説にして聞くのもったいない聞いちゃうけど、そうで、そのことは結局ずっと友達で、でずっと夜中に家に呼び出されるの、携帯電話で。でその子の家の前で2時間とか3時間とか喋ったりとかする関係だったのよ。自転車で40分ぐらいバーって遠くだったから行って、夜中に会いに行って会ってっていう。で高校生になって、俺はまあ働いてたんだけど、まあそれ別にそのことは何もなくて。で、その、好きな人いるの？って聞かれて、いや、いないって言って。で、ちょっと待っててって言われて、バーって自分の部屋に上がっていって、バーって帰ってきて、この女子校だったの、その子は。で、この中だったらどういう子がタイプなの？って言われて、あ、この子とか可愛いって言ったら、ああ、わかった、今から紹介してあげるって言って、紹介された子が初めて付き合った女の子だった。だからみんなで言うところの高校1年生の頃かな。初めて女の人とお付き合いをしたのは17歳の時。で、その決闘状を出した女の子からだった。で、要は、その決闘状を出した女の子、同級生の女の子と初恋の子いるじゃん。初めてお付き合いした子。初めての子すごく長かったんだけど、同じクラスメイトだったのよ。そうそう。うん、告白系なのかな、何だったんだろうね。で、その振られた後に言われたんだけど、そのすごく嫌だったって言って、あんた気づいてないけど、その紹介して彼女の方に言われたんだけど、その同級生の女の子和道のこと好きだったんだよって言われた時に初めて気がついたっていう。それくらい分かんない、俺は自分のことに関しては。初めて言われた。その、お付き合いをしていた子に言われた。でも、そういうもんじゃない？男の人って。鈍感じゃない？だから、好きなら好きって言ってもらえたらわかるじゃん。自分は好きか、自分は嫌いかっていう。なんで好きな子に紹介したの？わかんない。うん、それは俺じゃないからわかんないよ俺が聞きたいね、逆に。ドレさんはだから、その初恋の子にも同級生にもパコろうよ、エッチしようって言っちゃうタイプなんだよで、嫌われるんだよ、両方から。で、女子の噂になるタイプだよ気づいたんじゃない？ドレさんはもう先手を打つから。で、噂が広まる。うん、俺はだから今でも、決闘申し込まれたっていう説を採用してるんだけど。だから女の子に告白されたこと、今まで一度もないの。俺は。なんでかっていうと、俺は、自分から好きだっていうのを伝えるタイプだから。絶対に。だから女の人に付き合ってくださいって言われたことは一回もない。うん、振られたことは数知れずです。好きでしてほしいっていうか、あんまりわかんないんだよね。イケメンじゃないよ、全然。はい、ワード2、サボちゃんいらっしゃい。でもさ、それは言われて気づくんだよね、やっぱり。やっぱ女の子的には屋上で待つっていうのは告白だと思っていいの、それは。中学1年生の
最後の学年が一緒で最後別れる時に。いや、だからわかんないの、俺は。女に血統を売られるっていう発想を持つのもすごい。え、だって屋上で待つってマッキーって書いてあるんだよ。これ怠慢張りたいってことでしょ、俺と。いや、だから寄ってくるっていうか、そう、あの子、お前のこと好きだったんだよって言われることが多いの。告白なんでしょ？だから女の子にしたら。でも俺はそれを決闘と解釈すんのよ。なんだあいつ俺と怠慢張りたいのかって。怠慢だよね。屋上で待つっていうのは。うん。うん。そうそう。そういう感じの人だね、俺は。それね、だから実現したら面白かったのにね。和道くん、話があるっつって、屋上で風がビューって吹いてさ、ほんだてめえっつって、ボッコボコにすんの、俺が。てめえ、俺とやりたかったんだろっつって。もう逆らうなよっつって。違うって話しでながら、前は俺になんか、好きなのって。あ、ごめんっつって、ボコボコにしちゃったっつって。くっそ笑うでしょ。それコメディで映画にしたいよね。男の方が、ほんだてめえっつって。女の子は告白するのにドキドキしてる。うん、ね、面白いじゃんね、それ。救急車！いや、ネタでしょ。うん、それ AV で使おうぜ。ああ、いいね、うん。青春学園コメディ AV ね。でもさ、女の人の好きって周りくどかったりややこしかったりするじゃん。なんで好きな人に好きって言えないのかわかんないの、俺は。なんだろう。こう、気づいてよっていう子多くない？私の気持ちに気づいてよって。映画で撮りたいワンシーンはいくつもあるんだよ。映画で撮りたいワンシーンっていくつもあって。なんだろう。俺が撮りたいシーンあるよ、ネタ帳の中にあっていっぱいあるんだよ。あのシーンは映画に使いたいっていう、例えば親友と初めて喧嘩した時のシーンとかすごい面白くて、うん、女の人はわからないな。俺は女の人は別の生き物だと思ってて、なんでその好きを好きって言えないんだろうって。でもね、俺が好きになる人ってやっぱ癖のある人が多いよね。本当に。変な人が多い。のんちゃんもそうだったけど。うん、もうネタみたいな話が多いんだよね。やっぱそういう人が好きなんだろうな。ADHD の恋。うん、なんだろう。みーちゃん、あ、違う、みーちゃんに初めて言われたのか。だから、みーちゃんはね、逆に冒険したんだよね、俺。なんて言えばいいんだろう。逆に告白されたのみーちゃんだけかもしれない。好きっていうか、うん。だから、年下だったし、実を言うとね、タイプじゃなかったの、みーちゃんって。全くタイプじゃないの。背が高くて、俺身長150センチぐらいの人としか付き合ったことないから。年上と。同級生とか年上と。だから、あ、逆に付き合ってみようかなって。うん。映画でね、撮りたいシーンは、絶対入れたいシーンは、その親友と初めて喧嘩したシーンとかすごい入れたいんだよね。うん、お金出してくれんの？出してよ。あの、映画撮るのが夢なの。でもね、お金よりも問題なの機材だね。あの、お金出したら撮れるじゃなくて、カメラが欲しいんだよね、今実は。あの、ちゃんとした、撮れる、映像が撮れる。あと、その、それを編集するファイナルカットっていうソフトと、あと Mac か。ファイナルカット、だからどれくらいかかるんだろう。15万、20万ぐらいでカメラでしょ？で、Mac Pro、20万ぐらいかな。30万。だからまあ、60万ぐらいで撮れると思う。うん、60万ぐらい。クラウドファンディングやりたいよね。60万予算でちょっと映画作らせてくださいっていう。AV で使うわけじゃないよ。俺本当は映画監督になりたいな。インディーズでムービー作りたいんですよ。
AV で使うわけだ。AV はね、逆に、その、俺が今構想してるのは、引きの画面で雨の音をザーって流して、びっしょびしょに濡れてる女の子、雨に打たれて、そのシーンから入りたいの。もうポツーンって立ってる女の子がずぶ濡れになってるシーン、ザーっていう。で、びっしょびしょの女の子とセックスするっていう AV を撮ろうと思ってるね。今ね、AV の監督やりませんかっていうお仕事をいただけそうで。で、ストーリーと、あと、監督やってくれっていうふうに、お仕事ありがたいことにいただいて、ぜひやらせてくださいっていう。俺、ラジオ向きじゃないと思うけど。で、その、ザーっていう雨のシーンからずぶ濡れの女の子をずぶ濡れのまま抱くっていう面白くない？そういう要はね、俺はその AV のダメなところってその女の子に恋を してないところだと思ってて、その女の子を5分間とか冒頭の3分間でいかに恋をさせるかだと思ってんの。ね、絡みが10分は長すぎるの。で、どうでもいい、なんか何カップとか初恋はいつとか初めてのキスはとか、あんなのいらないのよ。もうシーンで見せるんだよ。シーンで女の子に恋させたいの。で、俺はずぶ濡れの女っていいなと思ってて、いやー、解放は無理かな。で、その、どういう女優さんかで、だよね、本当に。人形の女の子と話すとつながる。あれは、お前、古い話引っ張り出してくんの、あれすごかったよね。あのね、すごい面白い企画があって、今、あやが話したんだけど、ニコ生時代に、俺が感動した AV があるっていう話をしたの。で、それダッチワイフの話なのよ。ダッチワイフをおっさんが拾って、そのダッチワイフに恋をするっていう AV なんだけど、恋っていうか恋愛なんだけど、すっごい興奮する AV なの。めちゃめちゃ完璧なのよ。で、その拙い情報で10年ぐらい前の AV なのに、みんなが4時間ぐらいかけて探したんだよ。俺のイメージだけで。そしたら見つかったかんね。うん。ドラマタッチっていうか、その、今の AV って行為だけなんだよ。で、プレイが過激になっていくだけなんだよ。そこじゃないんだよね。なんか、俺が撮りたいの。ピンク映画が撮りたいんだと思う、多分。いや、ないの。お気に入りのセクシー女優とか。違うんだよ。だから、要はね、ファッションと一緒で服とかと一緒になってるんだよ。女にして興奮するためだけの装置だから、要はね、男も濡れないんだよね。男も濡れないの。俺は男が濡れる AV を作りたいの。だから多分ね、女性目線の AV に近くなると思うよ。だからね、俺が撮りたいシーンっていうのは、女の子の目線で訓練をされてる、こういう目線のカメラのシーンを撮りたい。カメラで言ったら。ダッチワイフを見たことがない。違うの。要は、ビニール袋のダッチワイフが捨ててあるところから始まるのよ。で、そこを、なんか、草むらに捨ててあるの。それを、なんか、土方の汚ねえおっさんが、うおー、いいなーとか言って、汚ねえおっさんが拾うのよ。でも超汚いボロアパートにそのダッチワイフがポンって置かれてて、でおっさんが食卓とかなんか漬物とかビールとかもどうでもいい食事を始めてたら、女の子がそのまま実物の女の子になるんだけど、その AV のすごいとこってドラマ仕立てなんだけど、女の子が一切喋らないの。要はダッチワイフが動き出すのよ。だけど要はおっさんの妄想なの、それは。で、すごい可愛い女の子なんだけど、一切セリフがないのよ。喘ぎもしないの。動くよ。だって女優さんが演じてるんだもん。それはすごい良かったよ。で、そのおっさんとかがダッチワイフをだんだん雑に扱っていくのよ。だから、俺のダッチワイフでって同僚とかが、こう、その女優さんを犯したりするのよ。ダッチワイフだから、手は。だけど、そのね、何がいいかっていうと、ダッチワイフだから喋っちゃダメだよって監督言ってるのよ。これが俺グッとしたんだけど、演技指導で絶対表情は無表情。声は絶対出しちゃダメって言ってるのよ。絶対そういう演技指導してるのに、女の子がたまに声出すの。たまに感じちゃって、あっとか小さい声で言うのよ。そういうのが良かったよ。すごい。なんかね、その、女優が頑張って演じてるんだけど、素が出ちゃうっていうところがすごい良かった。俺はそこに興奮した。うん、どんな AV 撮ろうかね、うん。俺のテーマはどうするかだよ、本当に。うん、どう恋をさせるのか。その見てる人に。
て AV だったっけな、スピリチュアルに響く、うん、逆にあと AV 女優の私生活風に撮る5分が最初の冒頭のアルバイトしてるシーンとか友達と飲んでるシーンとかを無造作にパッパパッパ映していくかもしれない。要はインタビューじゃないの。その子は気づいてないんだけど、その子の普段をずっと撮らせてくれっていうかもしれない。全部モザイクは入れるけど、飲んでるところ、カラオケで歌ってるところ、着替えてるところ、お風呂に入るところとかをもうずーっと5秒ぐらいのカットをもう5分間ずっと入れまくるかもしれない。で、そっからみたいな。和道さんが AV の話は、俺はね、それテクニック。エロい話はエロく語ったらダメなの。セックスの話とか威嚇臭い話っていうのは淡々と語らないといけないの。それこそね、哲学的な話をしてるみたいな。うん、経済についてちょっと語らないかいみたいな。そういうノリで淡々、要はね、そうじゃないと、入ってこないんだよ、逆に。性的な面を全く一切除いて。だから、なんで AV って俺ダメかっていうと、要は行為なんだよ。可愛い女の子となんだよ。そうじゃないんだよね。その子のいかに裏側、演出でもいいから裏側を知りたいわけじゃん。その子がどういうタイプの子なのか、どういう生き方をしてるのかみたいな。だから冒頭で、セリフなんていらないの。要はね、監督の声が入って、何々ちゃん、おっぱい何カップとかいうのが入る時点でもう俺は、気持ち悪いの、あれ。映像演出的におかしいのよ。そんなのは映像で見せられるのよ。うん。ただ歩いてるシーンでもいいの。夜中にカンカンカンってなってて、ふらふら酔っ払って歩いてて、こうカメラがおっぱいのシーンを覗いててもいいじゃん。で、足が見えてトクトクとか。そういうおっぱいの大きさはおっぱいの大きさで見せちゃえばいいんだよ。映像的に。ああ、みやびさんお疲れ様です。どうもどうも。そうそうそう。AV 女優が見たいわけじゃないんだよね。やっぱり、そう。AV 女優っていう時点、萎えちゃうんだよ。だから、その子と過ごしてるっていうか、もうその子を観察してる目線がいいんだよ、多分。それは演出でもいいの。ただ歩いててって言えばいいから。で、こっちで撮ればいいの。俺はそういうことやりたいね。ちょっと。じゃあね。これ何を指すかっていうと、女の子がお風呂で体を洗ってるシーンなんかいらないのよ、男。あんなシーンいらないの。そうじゃなくて、女の子がだよ。家に帰ってきて、いきなり脱ぎ出してシャワーに入るシーンの方がいいんだよ。わかる？わかるかな？わかる？そう、10秒でいいの、そこは。で、10秒はご飯食ってるシーン。カラオケで笑顔になってるシーン、泣いてるシーン、映画を見てるシーンとか俯瞰で全部撮りたいの。そう。もちろん男のバージョンでそれもやりたいんだよ、本当は。指定できるな。イケメンの男の子だったら、交差でやりたいよね。こう、ワイプでここに真ん中にイケメンで、こっちは女の子飯食ってて、こっちは男が歩いててみたいなのをバッパバッパ切り替えてやっていきたいよ。そう。リアルな女性はいらない。女の子って男が思ってる女じゃないから、そこは演技させるっていうか。うん。うん。まあ、じゃあ見なくて結構です、ケチミニさん。どうぞどうぞ。うん。見なくて結構です、つまらなかったら。うん。面白いと思ってる人は別にいるんで。つまらないものを見るほど時間の無駄はないですよ。うん。なんて言うのかな。うん。あと、セリフを一切カットするかもしれない。要は、男優さんに、何々したら濡れてるよとか言わないでって言うかもしれない。吐息だけでいいです。演技しないでくださいって多分言うと思う。AV 男優と AV 女優には。演技はいらないです。で、こっちで勝手に止めるんでって。その方が多分やりづらいと思うんだよね。逆にだから、男優さんと女優さんに時間がもらえるんだったら、二人で居酒屋行ってくださいとか、二人で、エッチしたくなるまで、こう、喋っててくださいとか。うん、そういう演出をするかもしれないね。
その方が多分なんか興奮する作品ができる気がする。リアルな感じを出したいね。すごく。リアルな感じ。で、それは音とか全部カットして映像で見せたいの。パッパパッパ。でもそういう作品あるんだよ、AV でも。そういう作品全然ある。だからピンク映画出身の人とか多いよ。無人島に行くの？宮城さん。な、無人島で何すんの？無人島に行くんだ。アムチン島？へぇー。リスワンテルが撮った。リスワンテルか。悪魔のキューピーが入ってきた。リスワン、ほんと戦国時代になったよな。撮りづれーよ。前半の時撮りやすかったもん。今7期連続リスワン撮ってるんだけど、7期連続だよな。これから厳しくなるぞ。1回、2回、3回。4回、5回、6回、7回、8回撮ってるわ。リスワン8ヶ月連続撮ってる。ツイッター見た誰の？ちょっとすごい画像が。ツイッター誰のツイッター？誰のツイッター？ URL ちょうだい。ちょっとすごい画像。何？ツイッターって。え、なになにそれ。ツイッターって。誰のツイッター？ URL 誰かちょうだい。何の話かわかんない。なんだろう。俺ツイッター誰もフォローしてないから、わかんないんだよね、そういう。誰の画像だろう。ツイッター画像。何の話？ツイッター。なんで俺放置されてんの？誰かなんか言ってよ。どうした？なんでコメント止まったの？バグ？URL 待つか。バグないと思う。おお。え、サボちゃん、なんだったの？ツイッター見たって。ツイッターなんだったの？言えないだけ？え、なになに？ URL 待ち？言えないだけ？え、どういうこと？どういうこと？え、どういうこと？意味がわかんないんだけど。え、誰のツイッターを見ればいいの？みやびさん？アムチン？何の話？ツイッター見たって。
え、どういうこと？え、どういうこと？ちょっと嫌なんだけど、俺。ツイッターに DM 送ってくれたの？ん？酔っ払ってんのかよ。なんだよ。なんなんだよ。わからないってなんだよ。何の話をしてんの？放送事故でしょ。何なんだ。面白いな。いや、教えてほしいんだけど、DM したいんだけど。っていうか、俺に DM ちょうだいよ、LINE でも。その URL 教えてよ。気になるじゃん。気になるじゃん。え、サボちゃんのツイートを見ればいいの？いや、教えてほしいから、俺には送ってよ。振ったんだからさ、そういうの、なんか、悶々とするじゃん。待ってたわ。え、何？鼻筋？うん。いや、だんだんよくわかんなくなってきた。え、サボちゃんに DM 送ればいいの？うん。俺じゃあ DM っていうか LINE 送るわ、サボちゃんに。もう全然意味わかんない。どういうこと？もう酔っ払いすぎでしょ。もう、本当に、うん。酔っ払いすぎでしょ。どういうこと、サボちゃん。うん、酔っ払って、今日金曜日か。金曜日か。あ、デイリーランキング21位、ありがとうございます。サボちゃんより酔っ払い。あー、わかった。わかった。サボちゃんありがとう。わかったわ。それでわかった。なるほど。あいつね。あいつのツイッター見ればいいのね。はいはいはい。どうやってやればいいんだろう。なるほど、そういうことか。酔っ払いっつったらあいつだわ。わかったわかった。ちょっと待って、早く急がないと。酔っ払いっつったらあいつしかいねえわ。俺のポケモンの話だろ。うん、分かった分かった分かったね。これ和道リスナーだったら全員分かるわ。ありがとう、サボさん。なるほど、そういうことか。そういうことか。分かったわ。ちょっと行くわ。なるほど。ちょっと待って、どうやったらいいんだろう。待って、あいつしかいねえ。ゲットだぜとか。え、なんかあったの？またやらかしたのか、あいつ。そういうことしなすのはあいつしかいない。なるほど。ちょっとやめろよ。ふざけんなよ。ふざけんなよ、ほんとに。FC2 動画を選んだ。いや、もうほんとやめてほしい。ほんとやめてほしい。俺がリツイートするよ。ちょっと待って。俺がリツイートしてあげる。こいつほんとふざけんなよ。今俺がリツイートするからちょっと待ってて。ワンワン何してんの？ワンワン普通にふわっちやってるよ。いや、笑うでしょ、こいつ。ちょっと待ってね。こいつをこうして。こいつほんとやめてほしい。笑う。こんなん笑うわ。こんなん笑うっしょ。初コメはサブちゃんにくれ？どういうこと？初コメって。いや、俺のツイッター見てくれたらわかるよ。
俺のツイッター見てくれたらわかるわ。リツイートするわ。こいつ。こいつ、ほんとに。笑うわ。今リツイートしました。僕のツイッター見てください。そういうことね。酔っ払ってんな、これ確実に。これ確実に酔っ払ってるな。こいつ本当にどうしようもねえな、酔っ払い。いやあ、違うよ。なんか誤解してる人いるけど、この画像は俺がツイッターに上げてる画像だからね。これは彩香に個別で送った画像じゃなくて、俺がネタでツイッターに上げてる画像だからね、もともと。これは俺がツイッターに上げてる画像なの。だから彩香に個別で送った画像ではないから。違う違う。俺の古い画像に残ってるはず、ログが。で、彩香がそれを勝手にダウンロードして、この写真で私はオナニーしてますっていう画像だから、これはこういうのはもともとネタでやってるのよ、わざとトリミングしてないよ。これツイッターに上がってるはず。これツイッターに上げてるの、もともと。そう、彩香のおかず、ただの。違うよ。なんか誤解してる人いるけど、あの、俺が彩香に個別で送った画像じゃないから。俺そういうことしない。そうじゃなくて、なんかあの、なんか冗談で、あの、なんつうの、ナルシストキャラみたいな、あの、ツイッターはよくやるのよ、俺が。そう、誤解されるよね、これ。完全に誤解されるよね。そうそうそう。これ見てこすってるんだよ、そう。アホだな、こいつ。そう。シャワーで、ふわーみたいな画像とかを上げるの、ネタで。その一つよ。だから俺の過去のずっと前の方、半年ぐらい前の方にあるはず。だから、金梅さんがよくやるじゃん。なんか、俺の肉体美を見ろみたいな。あれと同じジャンルよ。俺のボケの一個なんだけど、それを本気で捉えてる彩香が面白いって話ね。いいチコで決めチコ。いいね、のんちゃん。今日コメント冴えてるね。インフンできたね。のんちゃんのライブいいね。いいチコで決めチコ。インフンできたよ、のんちゃんが。乗ってきたよ。サボちゃんもタヌキに乗せるように保存してるよ。こらこら、さあダメだよ、タヌキに。アンチが湧くから。あ、面白いよね。あやか、アホだな、こいつ。ほんとアホだな。あやかに電話しようか。あやかに電話したい人、賛成な人手を挙げてください。これは本人に直撃しないともうダメでしょ。どう、酒飲んで酔っ払ってんだから。よし。あやかに電話しよう。ポケモン召喚しよう。あやかってどうやって出すんだ。あやか。だ。行こう。もしもし？はい。お前酒飲んでねえよな。おはよう。飲んでない。ちょっとだけ飲んだけど。なの？お前、俺と酒飲まない約束したよな。いや、ちょっと本当にあの、白桃酒。いいチコじゃないから。違う、お酒やめるって話だったでしょ。でもあの、アルコール 10% だからまだ大丈夫。いやいや、アルコール 10% って相当強いからね。え？今飲んでるだろ。いや、今、ちょっと飲んでた。
なんだよ、もう酒やめるって俺との約束や、守れねえの、綾香。お前、い俺や、と、でも昨日飲んでないジュース飲んでたよ。昨日飲んでたよな、本当今は。配信中？いや、配信中だけど、お前配信中？綾香。散歩してた。散歩？散歩じゃねえだろ、お前。また大衆演劇のストーカーやってたんだろ。なんでストーまカーたす、行楽座行ってた。なんで夜中にそうやってストーキング行為すんの？だってそこにおるから、その劇場の中で住み込みしてるから、近くに入れるわけじゃん。家、私が今住んでる家より近くに入れるでしょ。意味何？いわかる？や、わかんねえわ。だから迷惑じゃん。お金払って大衆演劇見え、に。違う。別に中侵入したりしないよ。外、その劇場の周り一周して電気ついてるか見て、だからそれがストーで、カー電だっ気、いていうの。や、だって寝てるよ。電気ついてないから、だから迷惑じゃないで。相手気づいてえ、じないんだゃあ、から、もう俺のこと好ないきじのゃなで。くて、もうそいつのこと好きなんでしょ？大衆演劇の。いや、でも好きってなんか違う種類の好きかな、なんか。だってその化粧しとる、その舞台立っとるだけが好きだし。今何やってたの？リアルな。今散歩してたよ。お散歩酒して飲たみのな。か。あ、散歩してたよ。酒飲んでるじゃねえかよ。なんでやめねえんだよ、酒。でも昨日やめとったから、まあ、今日はちょっといいか違うなと違う違う。今日はいいかなじゃなくて、アル中になってるから、もう心配だからお酒はやめようなっつったら、やめるって言ったじゃん。でしょ？なんでおまあ。酒に逃げるの？そのさ、いいチコじゃないとか言い訳だから。白桃酒だったでもらまある、だマシでしょ。だいぶい成やい長や、したと思うあの、お前さ、アルコール10%ってさ、ストロングゼロより強いんだよ。お前気づいてないけど、アルコールかなり強いからね、10%って。でも10%を一口だったら大丈夫でしょ？一口じゃないだろ？じゃないけどまあ。でもまあ、コップ一杯だ。あれ？どこ行ったお酒？あ、コップ一杯だから。まあまあ。いや、まあまあじゃなくて。酒をやめよう、ももうだいぶやめたよ、でも。もうそんな変なこと。う。え？もしもし？もしもし。もしもし。あれ？切れた。放送見えてる？あれ？落ちた。なんだろう。もしもし？え、ごめん、電話かかってきてた。いいの？大丈夫？大丈夫。ていうか、お前今さ、変なツイートしなかった？ああ、ワードさんのこと？いや、うんじゃなくて、なんでさ、人の画像を勝手にさ、私のオナニーはこれでオナニーしてるのって、これ。ダメでしょ、これ。これとか書いてないじゃん、私。いや、これって書いてなくても、この、動画って書いてるよ、私。じゃあ、この写真でお前オナニーしてんだろ？違う、ちゃんと文章見て、私、その、ある動画で、してますって言ったじゃん、言ったんだよ。そのじ写ゃあ真分はかった違分かった。うよ。じゃあ何の動画でオナニーしてるの？俺がおかずなんでしょ？オナニーするときの。それは正解なんでしょ？毎日、毎日俺でオナニーしてんの？おいや、毎日はしないけど。前。毎日はしてないけど、オナニーするときはお前俺のことおかずにしてるんだろ？何のが動画を見てオナニーしてんの？言えよ、ちゃんと。これ誤解与えるだろ。俺の画像でオナニーしてますって書いたら。なんで？あれ、ツイッターに載っとるじゃん。何？何の動ツイッターの。画？ん？ツイッターに載っ。私、では、私はノンタンを怒るやつ。は？ちゃんと説ノン明して。タンを警察連れていくやつでしてるよ。え、何 YouTube？ のんちゃんを警察に連れて行く動画でオナニーしてんの、お前。最初、のんたん怒るところから始まるじゃん。お家におってのんたんが座ってて。う。おう。あれで玄関、外出る前、その2分、3分ぐらい。え、な、抜ける要素、ないじゃん、あの動画に。え、なんかいいじゃん、怒ってるの。なんかワードさんがああやって怒るのないから。何、俺に怒られたいの、お前。いや、怒られたいっていうか、なんか、わかんない。なんか直感、本能というか。え、どういうこと、どういうこと、ちょっと、もっと詳しく説明したい。全然伝わってこないわ。
あ、なんか、あ、いいなと思った、あれ見て、なんか、うなんて言うんだろう、なんか、いつものワールドさんじゃないから、なんか、いいなと思って。なんか燃えたの、あれ見て。どういうこと？多分ね、言わんだけでね、あの動画見て知ってる人いるよ、絶え、対。違う。リスナーあのの中動画ってさ、要は、のんに。ちゃんを警察に突き出す時の YouTube でしょ？最近のやつそう、でしほんょ？で、のんたんに最初怒るじゃん、めっちゃ。怒るよ。怒ってたそう、その怒っとる声とかが、もん。うん。なんかキュンとしたんだよ。それを聞くと何、キュンとするの？うん、多分ね、いっぱいいると思う、言わんだけで。いや、お前だけだと思うよ。それでオナニーいしや、て。絶対違う、嘘嘘、もう嘘嘘。絶対いるから、もう絶対いる。私みたいな人いっぱいいるよ。ただ言わんだけで。私が言うだけでさ、こんなになっとるけどさ、なんか、ぐちゃぐちゃに。うん、なんか言わんだけで、みんな、なんかごめそうんな、してるんだごめんな、なんかあやか、俺のせいで人生めちゃくちゃになっちゃって。いいよ。仕事は辞めて、アル中になって、ホストに100万以上貢いで。もうホスト行ってないからね。もう大衆演劇毎日行ってるから。大衆演劇って一回いくらかかんの？1800円。安いな。1800円で、その俺への恋心を紛らわしてるんでしょ、お前。そう。でもそいつにちょっとストーカー行為して、ツイッターバレてさ、もう目合わせてくれないの。あやかさんですよね、って言われて。大衆劇のワードさ知らないからあれだけど、こう、踊りの、お芝居が終わった後、踊りが1時間あるんだけど、その時に、こう、客席の方来てさ、こう、隣座って目合わせてきたり、投げキスしてきたりさ、こう指さしてきたりするのよ。ああ、で、私、ファンサービスみたいな感じでしょ？要は、その、ダンスそうしなそうがらそう客そう。席に隣に座って、歌いながらこそう。う、わかるわかる、イメージできる。で、私が好きな人、私がもう、初めて行った時から絶対その一回、一回その踊りあったら、絶対私指さしてくれたり、手振ってくれて、隣来てね。すごいサービスしてくれてたの。よかったじゃん。お気に入りなのなんだ。に、なのに急に、去年、二日前、違う、おとついか。行ったらさ、一個も目合わせてくれんの。私の席の方にも来んしさ、前はどんだけ私が後ろに座っとってもさ、絶対来てくれてたのに、全く来んし、目も合わせんし、みたいな。なんで来なあくれ、なっおかしいな。ん？なんで来なくなったの、その人。毎日通ってんのに。私のツイッター見たんでしょ。で、その後送り出しの時に、他のぎ、あの役者さんに、すいませんって、違ったら悪いんですけど、彩香さんですよねって言われて。で、は、なんで知ったんって言ったら、すいません、ツイッターでちょっと見てって、なんか、すごい、なんか、ビクビクしながら言うから、あ、これだと思って。お前で、何？私、すごい上げとったからね、変なの。劇団員の人にツイッター見られちゃったの？あのキチガイツイッター、お前の。そう、だからもう終了。あんだけ可愛い子ぶってさ、お疲れ様です、ありがとう、あ、楽しかったですとか言ったのにさ、で、実際はあんな気違いツイートしとったら、やっぱ怖いんだろう。怖いよね、そりゃ。行楽座毎日行けるしさ、私、夜中にね。で、愛川はその、私が好きな人のパンツとおしっこが欲しいって言っとって、ツイッターで。もうそれ消したんだけど、ちょっと恥ずかしくなって。で、それも多分見られとんだと思う。お前何、その劇団員の人のおしっこくださいってツイッターに書いてたのを見られちゃったの、本人に。じゃない、なんかペットボトル入れてくれたら買うわみたいなこと書いてたんだよ。お前さ、だっもう、ていいでしお前今期逃すぞ、27だろ？ょ。で、別にそこそこ美人なわけじゃん。あ、なんかドレさんが言ってたけど、綾香は俺に惚れてるって放送で言ってたよ。は？どれさんこと好き、私が好きなの？そうそう、ドレさんは俺のもん、なんか綾香は俺のもんみたいな、なんか自分の女かのように、なんか昨日放送で豪語してて。なんかあったの？ドレさんと連絡取ってんの？なんもないけどさ、なんか、わけわかんない。急にさ、あの人さ、DM でさ、なんか、
YouTube の動画送ってきて、何の YouTube？ 見た、なんか西村智美のなんか歌でさ、意味わからんと思ってさ、おう。で、何ですか、私へのこれ、ラブソングですかって言ったら、いい歌だから聞いてみてねってなんか言われて、ドレなんさん。かおかしい、あの人。ドレさんから告白とかされてんの？なんか。なんも会おうよ。ないよ。なんもない、大丈ない夫。ない、全くない。何？ DM でだから寝た。この曲、いい曲だから聴いてくれって言われてんだ。なんかそれでポンと送ってきて急に。うん。で、その時酔っ払っとったから、あ、いい曲ですねって送ったけど、本当は聞いてないんだけど、ちょっと、まあ、20秒ぐらいは聞いたけど、なんかようわからんから、いい歌ですねで終わらせたはずよ。あんま覚えてないよ。そうだったんだ。20秒しか聞かなかったんだ。もういいよ。まあ、ちょっと聞いとけるかな、思って。軽くあしらったんだ。まあいいや、酒やだめから、ろよ。酒やめろよ。やめる。OK、お疲れ。まず、お疲れ様。はいはい。はい。何なんだろうね。よくわかんないよね、ほんとに。天才だわ、綾香は。いや、綾香にも DM やっぱ来てたんだね。どんな曲なんだろうね。ドレさんに私にも曲くださいって DM 送ってみれば、メイちゃん。いや、いろんな性癖の人いるね、ほんとに。いろんな性癖の人いらっしゃるわ。サボちゃん、サムネ元に戻して。風船10個ありがとう。リアルな話さ、そういう行動って統合失調症関係してんのかな？いや、もう、俺は綾香はアル中だと思ってる。チータン、いらっしゃい、こんばんは。楽しんでいってください。いらっしゃい。結構気に入ってる？この写真？オナニーされてなんぼだよ、俺は。オナニーされてなんぼですよ。いいですよ、もう。肖像権、ね。肖像権は、もう、あるんだけど、もう、勝手に使われる、ね。ファンに使われて、いいように使われてるなら、もういいよ。ドレさんがあの人糖質で苦しんでる。有名じゃん。ドレさんは糖質だなっていうのは昔から思ってたね。ドレさんは、統合失調症。結構重たいと思うよ。ドレさん苦しんでると思う。ドレさんはね、それをね、イデオロギーとか、肉体、鍛えることで克服しようとしてるんだよね、それを。ドルさんは結構苦しんでるよ。ワードイン。どれくらいいるんだろう？俺でオナニーしてる人って。天球パ？何それ？天球パ？ なんだろう。俺でオナニーしてる女性リスナー、ちょっと俺に LINE でなんかスタンプ送って。正直、ワドでオナニー一回だけしたことあるっていう人、LINE で今スタンプ送って。コメントで書くのはちょっと恥ずかしいと思うから、何人ぐらいいるのかちょっと知りたいわ。私、ワドーでオナニー。何回って書いてんじゃん。スタンプじゃなくて何回って、何回だけでいいよ。何回あるか書いてください。今見てる90人のリスナーさん。なんかリアルだよね、すごい。あと、これは偏見かもしれないけど、団塊の世代の名残があるかなって、頑固っぽい。ああ、それは感じるよ。それはしょうがないよ。
段階の世代じゃないよ。あの、どれさんは。そっから外れてる。LINE 来た。ワドニー。ワドニー経験者。結構ピコンピコン言ってるぞ。ピコンピコン鳴ってるな。何回って来たろ。米が、どれ化してる？そう。毎日、3回。お前ら。毎日って来たね。あと3回って来たね。ありがとう。あー、この辺はしてるんだ。3回か。うん。いや、来ました。あ、こいつらが俺のことオナペットにしてるんだ。うん、あ、笑うね。ちょっとこれは言えないかな。ちょっと公表はできないかな。うん、毎日ってすげえな。うん、成獣だよ、成獣。笑うわ。笑うね。うん、結構いたね。ワドニーしてる人。ていうか、俺が女だったら、俺全然性的な対象じゃないけどな。うん、なんかもっとさ、イケメンいっぱいいるじゃん。うん、なんだろう、あの、なんだ、残念夏希とかさ。残念夏希に抱かれたいもんね。俺が女だったら。夏希くんにペロペロされたよね。世の中にはマニアックな人がいっぱいいるんだよ。2名だったね。今100人のうち2名だったから、50人に1人は、アクティブに対して50人に1人は、俺をオナペットにしてるよ。お前らのポケモンじゃねえかんな、俺。全然かっこよくない。残念、夏希。夏希かっこいいよね。俺、リアルで会ったことあるけど、めちゃめちゃイケメンだよ。はい、ワドツーカズ。いらっしゃい。夏希はセンスない。そう。なんか、なんだろう。残念夏希。すげえ、かっこよかったけど。ゲットだぜ。顔だけか。セクシーじゃない。どういうのがセクシーなの？だってさ、俺毛深いしさ、腹ブヨンブヨンだしさ、寄り目だしさ。夏希は俺と同じぐらいかな、身長。うん。全然かっこよくないじゃん。ね。試合負けたよ、ニートロ。うん、判定負け。安定負けです。腕毛もすごいよ、俺。両津柑橘みたいだもんね。もじゃもじゃだよね。毛深いのが好きな人なのかな。空気感？品性に欠けてる。ネット上がってる。あのね、YouTube で捨て頃和道とか、テルチャンピン和道って検索すると出てくるよ。まあ、手数が少なすぎで、もう明らかに負けてるよ。見たらわかるよ。アドさんかっこいいですよ。あ、ありがとう。声はね、やたらよく言われるんだよね。俺自分の声コンプレックスなんだよ。なんか高い声っていうか。でもよく言われるのはワドの声が好きで、寝るときに寝落ちするときの声でワドの放送をずっとつけてるって女の子が言ってくれる。うん、見てきて。自分ではね、自分の声すごい嫌いだから嫌なんだよね。もっと声いい人いっぱいいるじゃん。
あんまりよくわかんない。そうかな。自分の声あんま好きになれないかな。昔何弾いてました？いや、俺ギター覚えようと思ったけどできなかった。バタフライテールおやすみ。また明日。バタありがとう。企画やりたいなぁ。どうしよっかなぁ。なんか企画に燃えてると、それが終わった時の喪失感がすごいよね。ドラムまたレクチとやったみたいにやりたいな。レクチとまた入りたいな。うん、おやすみ、ミユル。また明日。ザースありがとう。ワンオク系？見た目は？どうだろう。俺はパンクスだと自分で思ってるけど、ランシドだと思ってるね。ランシド風モヒカンにしたいもん。あ、音楽のライブ？あ、いいかもね、それ。アイラさんがリア充？あ、アイラどうなんだろうね。最近連絡取ってない。アイラに電話してみようかな。出ないかな、さすがに、アイラ。そう、金梅さんが、アイラ何やってんだって言ってたから、昨日。電話してみようか、アイラ。そうそう、パンクス、パンクス。アイラ何やってんだろう。ちょっと、もうどれくらい2ヶ月ぐらい経ってる、アイラ。いなくなったから。アイラ何やってんだろう。リア充なんだ。なんか会社を起こすとかなんとか言ってたな、そういえば。ねえ、アイラ、電話してみよう。出ねえかな。え？彼女出てた？あ、じゃあダメだろうな、多分。あ、じゃあダメだな。出ないだろうね。おう、ワド元気かーとか言いそうだよね。おう、ワドって。ノリのいいお兄ちゃんって感じだもんね、アイラは。うん、え、ダメあ、そうなんだ。タブーなんだ。死亡者出てるの？マジで？すげえ罪な男だな、あいつ。死者が出るほど人気なんだ。ビジュアル系バンドのボーカルみたいだな。出てたもん。のんちゃん悪くないって。うん、わかったわかった、うん。出した方が悪い。
のんちゃんも監視業だからね。もうこの話題やめよ。この話題やめよ。走ってこようかな。走って運動しようかな。なんかもう運動するのが日課だったからさ、ちょっとほっぺたふっくらしてる。ん？すぐ消さない？こういうとこ？え、消した方がいい？これ？コメント消した方がいいってこと？うん。ん？どういうこと？俺消そうか。運動しようかな。なんかまた顔丸くなってきたもんね。ふっくらしてきた。消えた？のんちゃんありがとう。せっかくだからね、いい体維持したいからね。痩せよう。体も鍛えよう。顔もほっそりさせよ。体重今何キロぐらいなんだろありがとう。いや好きなんでしょう、やっぱり。クリボーいらっしゃい。好きなんだよ、配信が。根はね、クリボーは最古さんの一人だね。お前いくつになったん、クリボー。クリボーが俺の放送を見てた時は俺の生まれて初めてのリア突者クリボーだからね。あの時中学3年生だか中学1年生だったよな。今大学生ぐらいか、クリボー。お前俺にリア突した時中学3年生だったっけ。俺の一番最初のリア突者。今どんな生活してんだ。いくつになって何やってんだ。もう多分大学生だと思う。今年で19か。ってことは15歳だから、そうだよ。中学3年生だったのが、もう大学生が、多分一番古いよ、この中で。そう。クリボーと乃木編が2人だけ若くて。やばいな、クリボーが19歳だもん。なあ、クリ。大学1年生、中学3年生の時な、和道かっこいいって言って、和道に会いに行くって。ねえ、新宿までわざわざ会いに来たもんな。懐かしいな、クリ。もう坊じゃないもんね、クリ坊がね。初めて、俺の配信人生の中で初めてのリア突者がクリ坊、中学3年生だから。
一緒にご飯食べたいって言って喫茶店入ってな、本当はお腹減ってたのにお腹空いてないですって言って、懐かしいよ。風呂上がりいらっしゃい、ゆうすけ。イリアも古いリスナーだよ。4年も配信やってるとリスナーも年食うわけだよな。入れ替わりもあったし、懐かしいね、本当にね。大人になってくな、キッズたちが。キッズがみんな大人になってくよ。ニコ生の頃から結構長い。イリアも長いしね。でもまあなんだかんだ言ってね、一周回って戻ってくるもんだよな。思い入れある配信者なんでしょう、多分みんなにとっても。あの時ああいう事件が起きた時俺いくつだったっていう風になるんでしょう。だからさ、あのリスナーさんも子さんのリスナーだと、お前は何々事件知らねえじゃんとか言うじゃん、老舗の配信者のところだと。そうだよね、一瞬だよね、青春。青春時代をニコ生で過ごすっていうのもすごいけどな。俺も年取るわけだよな。俺だって28とかだったんだもんな。まだ20代だったんだもん。ほんと配信に全部捧げてきたよ、俺は。なんら、ね、毎日毎日配信ばっかりやって、それは時間止まるよな、配信者は。いつまでも子供みたいな人多いもんね。そういうことか。だから、子さんメンバーだよね。クリボー、ノリコ、アヤ、イリア。ね。初期の頃思い出すわ。配信始めて半年ぐらいのメンバーだよ、こいつら。ノンタンは後発だったけどね、もうちょい。懐かしいね。初恋の話はもうとっくに終わってるよ。とっくに終わってる。あーなんだろう、頭痛いな。おーありがとう、池袋北口さん、ありがとう。花火あざす。外に出るタイミングなくなっちゃったな。荒野の向こうに似てる人いる？嘘。荒野の横？金梅さんと今愛子さんが映ってるけど、うん、俺も行こうかな、向こう。キャスバー行く？キャスバー行く？キャスバー行く？郵便局行こうか。ちょっと風呂入ってじゃあキャスバー行くわ俺。うん。うん。ちょっと夜遊びしよう。ね。じゃあ一旦お風呂入るわ。行こう。じゃあ一旦閉めまーす。旅に出よう。はい、じゃあ皆さんありがとうございました。お疲れ様です。お風呂に入ってキャスバーに向かいます。ありがとう。初見さんはフォローよろしく。
お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。